ゴットリープ・ビルヘルム・ダイムラーはドイツの技術者。1834年にビュルテンベルク王国のショルンドルフで生まれた。彼は内燃機関及び自動車開発のパイオニアであった。また燃料として石油の必要性があるため積極的にアメリカ・テキサスの油田開発を推進した。ダイムラーと彼の生涯にわたるビジネスパートナー、ビルヘルム・マイ・バッハの夢は あらゆる種類の移動機関に内蔵することができる小さな内燃機関を作り上げることであった。彼らは1885年に二輪車に取り付けたガソリンエンジンの特許を取得し、それは現代の内燃機関の先駆けといえるものであった。その二輪車は世界初のオートバイとみなされ、翌年には駅馬車とボートにそのエンジンが取り付けられた。このうち駅馬車にエンジンをつけたものは、 世界初の四輪自動車とされ、この車はダイムラーモトールキャリッジと呼ばれている。1890年、彼らはダイムラーモトーレンゲゼルシャフトを設立する。初めて自動車を販売したのは1892年のことであった。ダイムラーは病気を患い会社を休養するが、復帰後他の株主と対立し1893年に辞職する。 マイバッハも共に退職しエンジンの開発を続けたが、フレデリック・シムズの仲介で二人は1894年に同社に復帰している。ダイムラーは1900年に死去し、マイバッハは1907年に DMG を退職した。1924年に DMG の経営陣はカール・ベンツのベンツシー社との長期協力協定に署名し、1926年に 両社は合併し、ダイムラー・ベンツとなった。同社は1998年、クライスラーと合併し、ダイムラー・クライスラーグループとなったが、2007年5月14日、クライスラーと分離し、同年10月4日、ダイムラーへと社名を変更した。ありがとうございます。